こんにちは、グランピです。今日はペイント工場にお邪魔してですね、ちょっと向こう側はちょっとモザイクかかっちゃうんで、見せれるとこだけです。で、今からこのフレームを塗っていきます。で、これがもしかしてっていう、もしかしてつむりさんのフレームです。つむりさんがどうやら広島に住んでることが発覚してですね、グランピーから見えるちょっと丘の上の豪華な豪邸があるんですけど、そこに住んでるみたいですっていうつむりさんのフレームです。で、以前っていうか、これはもうブログとかで多分すごい紹介されてる、多田さんが作った、上村バイペイントと書いてます。これがなんとグランピーペイントになって、だから再塗装ですね。色は全く同じ色にして、いろいろこういう輪行とか、あの人すごい旅をする人なんで傷がいっぱいついてるんで、再塗装するっていう依頼が入りました。で、金額なんかまたお店に来て言ってください。気になるでしょ。で、これがですね、何を言うと、実はこれテイク2なんですけどこういう傷、傷とかあるんですけど、お客さんじゃなくても販売店とか代理店とか、もしそういう傷補修、例えば入荷してきて箱開けてこう傷があるなっていうんでも、グランピーペイントで やることできるんで、相談してください。で、価格も一応お客さん用と、代理店販売店さん用の今価格も今決めてるんで、それでやっていきます。で、11月までは傷補修が1箇所5,000円だったんですけど、ちょっと1箇所8,000円に値上がりさせしましたっていうつむりさんの紹介です。で、これまた、ペイントをした後にまた YouTube 2本撮って1本目とつなげてやるんで、この傷あるやつと塗装した後のがまた比較できると思うんで、それまた次回紹介します。多分ここにグランピーって書いて、この辺にタダって書くと思うんですけどっていう風に提案したら、そうじゃないって言われたんで、ミスがないようにしていきますっていう、有名なつむりさんの自転車があるんで、どうやらつむりさん広島に住んでるみたいなんで、もしかしたらみんなグランピーで会えるかもしれないんで、ぜひ来店してみてくださいっていうつむりさんのフレームもこれから塗っていきます。で、販売店、あと代理店の人も傷補修、あとペイントもやってるんで、相談してください。以上です。もし相談する場合なんですけど、ショップアットマークグランピー .jp か、この YouTube のコメント欄に連絡待ってます。じゃあ連絡待ってます。終わります。こういう感じです、ペイント工場で。いずれあそこに窓があるんですけど、ちょっと汚くて見せれないんで、見せちゃうんですかで、後ろには今ペイントスタッフがいるんですけど、体ちょっと、彼ちょっと身を張って体を削ってペイント頑張ってるんで、ペイント待ちします。終わります。